米大リーグレッドソックス17対0カブス27日米マサチューセッツ州ボストンフェンウェイパークレッドソックス吉田正隆外野手30が27日日本時間28日本拠地カブス戦に6番指名打者でスタメン出場しメジャー2年目で2度目の1試合4安打を放つなど5打数4安打の大暴れだった チームは21安打で今季最多17得点と打線が爆発して大勝吉田の打率も試合前の2割3分3輪から2割6分9輪となり、一気に3分6輪も上昇した。20日、同21日の敵地パイレーツ戦以来6試合ぶりのスタメン復帰となった吉田。2回先頭の1打席目には、 フェンウェイパーク名物の左翼フェンスグリーンモンスターに直撃する安打を放ち、鬱憤を晴らすと、4回先頭の2打席目も右前安打を放った。5回無視1、2塁の3打席目は2番手左腕、リトルの前に3ゴロ。7回先頭の4打席目は、2塁主教襲の当たりで出塁し、一度は失策とされたが、記録訂正で右安となった。 11点リードとあって内野手ながら登板したマービスと対戦した8回西12塁の5打席目も中堅左への適時2塁打を放ち、メジャーでは昨年6月16日の本拠地ヤンキース戦以来2度目の1試合4安打となった。今季3安打を放つのすら初めてだったが、一気に4安打をマークした。 メジャー2年目の吉田は、開幕から指名打者のレギュラーとして試合に出てきたが、試合開始前の時点で22試合の出場で73打数17安打の打率2割3分3厘で2本塁打、10打点。20日、同21日の敵地パイレーツ戦では宇宙間へ2号ツーランを放つなど4打数2安打だったが、 三塁手のディバースが左膝痛で守備につくのが難しいチーム事情などもあって、翌21日、同22日の敵地パイレーツ戦からは5試合連続でスタメンを外れた。5試合連続ベンチスタートはメジャー2年目で自己最長。スタメンを外れた5試合では、2度代打出場したが、安打は出ていなかった。